どうもこんにちは、山猿でございます。というわけで、はい、釣り上来ましたね。まあ、結論から言いますと、やはり神上でしたね。まあ、まずね、このジェム交換が安い時点でもう神上なんですよ、僕は。一応低コストでもないけど、まあまあ5000ジムでね、50ルアーは餌か、50エーサーはね、やはりでいいと思うんですよね。120ジェム以下のね、やつはね、だいたいもう、好き。はい。で、まあ僕今、累計で 89.51kg か、釣り上げてるんですけども、見てください、これ。このレアとかより先に行を釣り上げるっていうね。まあ今回はね、久々にランキング来ましたね。まあ最初の方はね、あんまりなんで、後半の方頑張りたいですね。うん。で、ちょっと早速ね、交換していこう。購入。はい。いやー、まあ、多分ね、どんぐらい交換するかな。2、3万ジムくらいは交換すると思うんですけど、多分ね、わかんないですけど。まあまあ、やってみて、最終的に、まあ、最後、どんぐらい引くかどうかは決めるって感じなんですけど。はい、レア。ただね、1個だけちょっとね、不満じゃないんですけど、まあでも不満か。ちょっと愚痴っぽくなっちゃうんですけど、マスターイアンとか、ね、S 級のかけらがね、今回1個もないんですよ。ないよね。ないですね。コアとか、まあ、あとは S 級の宝箱が今回メインっぽいですね。まあ、とりあえずエピックコレクションのこの不思議な餌を全部交換して、まあ、残ったやつで、まあ、僕は、ま、宝箱のこういう系かな。こういう系取るかな。はい。こっちはね、あんまりいらない。今のところ。コントもま、別にっていう感じなんで、今のところは。まあ、後々絶対いるとは思うんですけど、まあ、今じゃないなって。まあ、今だったらもうエターナルと破壊者の宝箱多分ゲットしちゃえば OK なんで、まあコアもね欲しいんですけど、また普通にね、コアが欲しい人はね、コア絶対交換した方が手っ取り早いんで、どうだろう、僕、どうしようかな、コアにするかもしれないですね。S 級の宝箱より。で、行の証もね、神器コアが15個で1個交換。できるんですけども、いや、マスターヤンのかけらあんのかなと思ったけど、なかったんですよね。あって欲しかった。あともう一個あるわ、もう一個あるって、あれもないんですよ。特別行動券。これもね、今回ないんですよ。さすがにあるかなと思ったんですけど、なかった、特別行動券。マジ？特別行動券ないの、ちょっときついんですけど。毎イベントごとにちょっと特別行動券をね、配ってほしいんですよ。これいちいちね、全部やるのめんどくさいからね、もう使っちゃうのよね、この特別行動券。すぐなくなっちゃうの。だからね、できれば毎イベントごとにね、特別行動券はちょっと、報酬と交換に入れてほしいなっていうふうに僕は思いましたね。まあ、コアかな。コアですね、今回はね。コレクションもね、正直微妙だしね。テックパーツだったらちょっと話は変わったのかもしんないですけど、コレクションはちょっとねって感じですね。まあ、こっちも頑張ってね。人気コア、1個はゲットしたいですね。1個。まあ、いければ2個欲しいけど、多分無理だから2個は。おそらく2個、30匹行を釣り上げるのはね、結構きついと思うんで。まあ、行はね、できるだけ釣りたいんですけど、なんか500、餌500個あって、レバーなんか行がね、10匹、15匹ぐらい、10から15匹の間ぐらいで、なんか取れるみたいなことをなんか、ギルドのあの方がチャットで言ってたんで、はぁはぁ、なるほどなるほどっていう感じで、見てたんですけど、ってことは、30匹釣るのに、餌1000いるってことだから、1000の餌は、きついよね、ちょっとね。多分きついと思うんで、多分30匹はまあまあ運が良かったっつんのかもしんないけど、まあちょっと厳しいよねっていう。まあ15個は目標にしたいですね、とりあえず。オーブー、これ多分行だろ、これ。これ行だね、これ。いやー、違うんかい、お前。多分僕はね、2万ジェムくらいは消費するかもしんないです。2万。まあ正直、行が15匹釣れれば、それ以上は引く気はないんで、僕は。そうですね。まあ、わかんないけど、1、2万ジムぐらいは使うかなっていう予想です。はい。はい。じゃあ最後にですね、僕、いつだっけ？昨日かだっけな？マス反響やったんですけど、ちょっとね、アドバイスもらったので、ギルドの方たちに、ちょっとやっていこうと思います。まず、
おっぱは、はい、ドローンかなこれは。あー、うわい、うん、やっちゃったかな、やっちゃったかもしんない、ごめん、あーごめん、教えてくれた人ごめん、あーやっちゃったかもしんない。まずね、火事場を意識するよりもドローンを最優先で作りやがれこの野郎ってやったんですよ。わっかりやしたっていうことで、最速で、なんか火事場をいいね、火事場意識よりももうほんと最速でドローン作れやカス会長って言われて、あ、オッケーオッケーっつって、ど、いや全然そんなこと言われてないんですけどね。はい、いや僕はね、もうなんとなく火事場を意識してしまってるんで、そこだけ、あ、ブーメラン、はい。あ、ちゃちゃ、もう、あ、やばい、もう、立ち回り方がもうそうなっちゃってる。もう、あ、ダメだ。落ち着け、落ち着け。あーっと、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな。これは、緑にした方がいいの？あれ、ちょっと待って、どうしたらいい？これ、青でいいのかな？青でいいのかな？わかんない。とりあえず、ドローンを、最優先、最優先。ドローン最優先らしい。はい、ドローン。なんかさ、HP 低い方が、あれなんじゃないのって僕は思っちゃうんですけど。HP 低い方が、その、経験値が増えるとか、みたいな。あれ違ったっけ？ごめんなさい。わかんないです。ブーメラン。最速、最速。最速、最速。こういう時にね、来ないのよ。ドローンって。なんでかわかる？わかりません。もうほんと、あれですよね。なんて言うんだっけ？全然来ない、ドローン。ファック。ドローン来てほしいんですけど、はい、来ないね。ドローンが来ないんだよね。うざっす。やばいやばいやばい。1分。え、1分、ちょっとね、ほんとやめてほしい。ね、これはもうしょうがないよね。これはもうしょうがないっすよね、みんな。これはもう、はい、緑。わかんない。ちょっとね、最初だけ青スタートっていう風に言われたんで、他はちょっと、あれ、うん、普通に。ねえ、ちょっと、ひどないっすか、これ。ちょっと待ってくれ、お前。ひどいだろ、これは。全然来へんやないか、お前、ドローンが。これじゃあ、お前、か、もう、け、いや、いえ、いえ、ってか、やっと来てくれた。遅えよ、お前。結局、お前、昨日と同じような感じになっちゃったやんけ、お前。で、こっから火事場意識すればいいのかな？わかんないけど。わかんないわかんない。合ってんのかなこれ。合ってんのかこれ。わかんねえな。マグネット。HP を減らしてシールド値を高くする立ち回りをした方がいいですよって言われたんですけども。ですけども。今回もこれ、運悪いだろ、普通に。いけんのかこれ。どこまでいけんのこれ。さあ、果たして記録は伸びるのかこれで。全然いけへん。ドリルショットとかがさ、全然、うわ、待って、うっせっしょ、お前、マジで。これガチで。これガチで言うてはりますん、これ、お前。でこれで、記録伸びたら、相当ですよね、これ。よいしょ。これで記録伸びたら、もっとピックよかったら、余裕で、余裕するってことですよね、これ。いや、全然無理だわ。全然無理だわ。全然無理だわ、これ。これ何？立ち回りが下手なのか、ピック運が悪いのかよくわかんない。いや、でも最初に青をしないといけないんだったら、和製の力いるよな、絶対。で、ここで焦らず、まず、青にする。はい。ここで焦る。はいはいはい。ダブルで急に一気にドローン来てほしくないんですよ。僕としては。よし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 。いいんじゃないいいんじゃないいいんじゃない。はい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 。最速ドローン。できれば1分以内にドローン完成させたい。全然来ない。ドローンがね、全然来ないの。うーわ。ドローンが全然来ない。運悪い。普通に運悪いと思うんですけど、うわー、運悪いわ、本当に。ガチで。うわ、ガチでこれ、お前。運悪。うわ、運悪、俺。ちょっと待ってくれ、お前。あ、来た。いやー、緑、はい。最速ドローン、うわー。まあまあ、悪くない。悪くないのは来てくれてるけど、
ドローンを、うーわうーわ、はい、まあまあしゃあないしゃあない、うーわ来ない、待って、ドローン来ない、ドローン来てほしいんですけど、うーわドローン来ない、ちょっと待って、ドローンがね来てくれないのよ、本当にどういうことって感じ、意味がわからなすぎてちょっと臭すぎる、はい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 、まあ、ここら辺からもうドローン来るっしょ、いっぱい、はい、青しといてねえ、ドリ、まあドリちょっともいいんだけど、ドローンは1分以内にドローン作りたいんですけど、やばいやばい、もう57秒、やばい、これ合ってる、これ俺が合ってないのかな、それとも運が悪いのかな、どっちだろう、これわかんないっすね、これ個人的には、運が悪いと思ってます、立ち回りは合ってると思っている、ただコメント欄とかで、合ってねえよって言われる可能性も、なきにしもあらず、いや運悪くね普通に、ちょっと待ってくれお前、これマジで、これマジで、マジでこれ嘘でしょ、これ嘘でしょ、これもうマジでさっきより運悪いよ、これ言っとくけど、これさっきより運悪いから言っとくけど、申し訳ないけど、遅、ドローン遅、待ってまだ、ちょっと待って、あーでも今一応55か、遅くね、でも遅くない、怖いんですけど、ちょっと待ってください、ドローン来ねんだけど、どういうことですか、2分経っても破壊者になってないんですけども、やっと来た、いや遅えだろ、まだ今6、まだ700ですよ、ちょっと2分でやばいでしょこれ、お前ロープ掴むなって、やめて、はい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 、これ何、これ何、立ち回り悪いよ俺、これどっち、これ運が悪いのか立ち回りが悪いのか分かんないです、これちょっとね、このねボタンをね押し忘れるっていう現象がちょっとね僕たびたび起きちゃうから、それだけちょっとね申し訳ない、そこのせいで、ダメージが出せてないんだったら申し訳ない、それ以外でダメージが、ちょっとあって磁石取るわ、遅いわ取るの、あーひどい、4000だぜおい、大丈夫これ、いや運が悪いよねこれね、絶対運悪いよねこれね、僕の感覚的にはやっぱ1分以内にあの破壊者作らないとお話にならないなっていう感じはした、今回2回とも1分30秒以上超えた状態で破壊者作っちゃってるから、それはダメージ出せないよねっつう話ですよね、多分ね、これね、わかんないけど、はい、まあとりあえずね、釣り部は神部、まず反響はちょっとクソいピックでしたね、腹が立ちました、普通にムカつきました、ご視聴ありがとうございました、それじゃあ